機器メーカーカである1934年に三田茂雄が三田工業として創業した。社名は創業者の姓に由来している。2000年1月18日からは京セラの子会社となり京セラ三田株式会社に社名変更し、2002年には京セラのプリンター事業部を統合した。2012年4月1日には、 京セラドキュメントソリューションズ株式会社に社名を変更した。プリンター、複合機、広幅複合機、副写機、ソフトウェア、その他パソコン用周辺機器等の製造販売。また、それらに付随する各種サービス。2000年から2003年までは独自の京セラミタの名称とロゴで販売していたが、2004年以降は他の京セラグループと合わせて、 京セラのブランド名称とロゴを使用している。三田工業は1998年8月10日、会社構成法の適用を申請した。負債総額は2056億7800万円。申請時点では製造業として、戦後最大の規模であった。なお、国内生産市会社のうち、大県、サンライト、平方三田工業、三田ケミカル、 大宝工業も同日に会社構成法の適用を申請した。原因として副社機のデジタル化の流れに乗り遅れたことや、1985年以降の急激な円高、香港の子会社ミタ香港へ製造の半分以上を移した後での大幅な円安、放漫的な同族経営などが挙げられた。それらによる経営悪化を隠すために、 1986年から11年に、渡る粉飾決算が行われていた。利益操作した額は、判例分だけで、総額370億9800万円にも、上り、この架空の利益に応じた配当を株主である、創業者一族へ配当し続けていた。この直前の7月中旬頃、社長の三田の博は、京セラの稲森和夫と、伊藤健介を訪ねていた。 資金繰りに行き詰まっていた三田は、稲森に、なんとか社員を助けてほしいと支援を要請していた。しかし、その際、粉飾決算の存在は、稲森と伊藤には伝えられていなかった。会社構成法適用を申請した同日、京セラが支援に名乗りを上げた。1998年10月5日、構成手続き開始決定。 1998年10月13日、三田則弘前社長ら6人を商法違反の疑いで逮捕。1998年11月23日、三田則弘前社長と元監査役を商法特例法の贈収賄の疑いで再逮捕。1999年10月4日、構成計画を発表。 1799億円の負債のうち82%を免除し残り429億円を10年間かけて弁債する計画を発表した。また100%減資と社名変更も実施する計画であることを公表。1999年1月16日、三田出版会の判決を京セラ会長稲森和夫と関係の深かった。 出版文化社へ譲渡。1999年11月8日、大阪地裁にいて、三田のりひ前社長らに、実刑判決。2000年1月18日、構成計画認可決定。京セラ三田株式会社に社名を変更。2000年5月1日、100%減資。新たに京セラが100%出資して、京セラの100%子会社として、 再出発。2001年11月12日、構成計画の早期終了と、その後、京セラのプリンター事業を統合する方針を発表。2002年3月5日、債務残高270億円の一括繰り上げ、弁債を実施し、予定を7年繰り上げて、構成計画を終了。二千四年七月十六日、三田工業の粉飾決算事件について、 最高裁にて、上告棄却され元関査役の有罪判決が確定。コピーは、三田のキャッチフレーズと共に、話題になった CM があった。1980年代、正月三ヶ日,日のテレビ各局の特別番組の、スポンサー常連であった。1982年、女優で、ジャズシンガーの阿川康子が歌うジャズをバックに、アメリカで撮られた、老朽化したビルを、 ダイママイトで爆破解体してゆくシーンを立て続けに放送する CM が話題を呼んだ。阿川はこれが CM 初出演。もともとこの CM のコンセプトは明日は変わるでしょうかコピーは変わるでしょうかという上達也のナレーションが指し示すように技術の革新をテーマにしたものでありシュールな内容ではあったものの反響を呼んだ。 同じ矢川の出演で街中に突如空母を登場させるバージョンもあった。この頃の CM 内の見たロゴマークはコピー機から排出されるようなイメージで右から左に移動して出現を繰り返すパターンであった。広島東洋カープ在籍時代の江夏豊の CM 初出演が見た工業だった。広幅福写機の DCAA の CM ババも丸取りでは プロレスラーのジャイアントババを起用し、ジャイアントババを原寸大で印刷できるほど大きな紙を扱えることを端的に示した ACCCM フェスティバルにて優秀賞を受賞。特定の番組のスポンサーではなく、基本的にはスポット CM が中心である。在阪テレビ局制作の正月の特別番組などに提供することが多い。 ラジオ CM に関しては、プロ野球中継の MBS タイガースナイターに協賛し、2005年度は毎週土曜日、2006年から毎週水曜日に CM を放送していた。京セラアリーナ、三田工業にはかつて女子陸上競技部があった。1986年の全日本実業団、対抗女子駅伝で優勝するなど、多くの記録を残している。 1998年に廃部、三田工業に関するカテゴリー、ありがとうございます。